はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーの動画になっております。ほい、今日も無事終わりましたね。今日はまたカフェワイズからお届けする感じでございますが、今日のお話、うちの、お仲間さんからですね、非常に一番多い問い合わせだったんじゃないかな、教えてほしいんだけどっていうコメントをいただいて、お店の名前の由来、ワイズファクトリー、鈴木の契約店なのになぜワイズファクトリーなのでしょうという。だからね、鈴木の契約店っていう前提がややこしいんですよね。Y とくればヤマハみたいな業界のね、常識みたいなことなんじゃないですか。皆さんヤマハのお店だと思わせつつ、鈴木の契約店で、実はお店が川崎市内で、僕の名字がホンダみたいなね、あの役満ですかこれ。そういうね、ややこしい話なんですけど、なんだろうな、前提としてね、僕お店立ち上げるとき鈴木の契約店でもなんでもないんですよね。で Y って頭につけるのもヤマハ、もちろんね、あのバイク業界の人間ですね、 Y ってつけるとヤマハっぽいなっていう頭はもちろんあったんですけど、バイク屋さんでこう修行をしてて、将来自分のお店持ちたいななんてやってたんですけど、子供生まれるのを契機にね、ちょっと一回業界離れたんです。それでやっぱお給料ね、これのことでちょっと修行してたお店に入れ、まあちょっと離れましてね、いろいろありましてね。でちょっと親戚がまあちょっと営む会社の方でサラリーマンを少しやってたんですけど、そのまんまやってりゃよかったっすよでちょっとやっぱり一回きりの人生ね、自分のお店持ってバイクいじりたいっていうのがあったんで、まあ本当血のみを抱えた神さんには申し訳なかったけど、本当空き缶拾ってでも食わせるから勝負させてくんねえかっていうような形でお店を立ち上げるに至ったんですが、まあいまだに飯が食えてないから空き缶拾ってこいって今言われてますけど、その時にね、お店立ち上げる時にもう本当ね、しょっぱいことからスタートしてるんですよ。知り合いの車屋さんのね、ちっちゃい車屋さんのさらに隅っこ借りてみたいな、苦労して、でいやこのままじゃあかんっつってね、お店ちょっと探して、まあ何せね、最初もう一回業界も離れちゃってるし、もうつてもない、資金もないっていう、もう本当ね、パラシュートも紐もつけないでバンジージャンプするみたいな、そんなんで始めてたんですけど、まあやっぱり血のみ子がねいるので、なんとかせねばって、まあその時に、せめてね、ちょっともう なんとか皆さんのちょっと温かい支援いただいて、まあ、ちっちゃいお店立ち上げることができたんですけど、まあその時にちょっともうね、子供たちはもう命がけで養っていかなきゃいけないのだっていうちょっと覚悟も込めて、ワイズファクトリーの Y っていうのはうちの僕が名前つけた娘の頭文字なんですよ。Y で始まる名前の女の子がいて、何かこうね、将来的に僕多分お金も何も残してあげられないだろうから、せめてね、自分の名前のついたお店が、まあ残りゃいいですけどね、まあ残んなくたとしてもそういう店があったとね、いうものをちょっと子供にね、まあその時息子も生まれてたけど、まあ息子はね、男の子は自分で自分の足で自分の道を切り開いていくのだというようなことで、頑張れよ息子まあそうなんで、話してみればね、どうということないんですよ。本当娘の名前を頂戴しただけで、まあ僕の励みになるんでね、もう娘の人生ね、家族の人生背負ったお店だっていう、自分に自分のケツ叩くためにそういう名前にしました、だからもう本当そんなんで立ち上げた店だからね、もうなんていうか、上見ても下見てもキリがないしね、もう今あるもんでやってくんだ、もうとにかくね、贅沢言ったらキリがない、まあとにかく今こういう動画やっててもね、僕本当に何もないから、じゃあ何もないから何もしないのかってわけいかないんで、動画やらせてもらうんでも、じゃあしゃべりだけでね、いつまでこれでいけるかわかんないですけど、今はね、できることこれしかないので、与えられた環境と今持ってるものだけで勝負ってなったら、こういうスタイルになりました。もう喋りだけで当分いくしかないですけど、
だそんなの僕がね、今ある状況で戦えっていうのをちょっと口癖にしてて座右の銘みたいなとこもあるんですけど、まあ、高校生になった娘がアルバイトなんか初めてね、もうちょっと本当もう涙出るぐらい嬉しいですけど、まあ初めて入ったバイト代でこういうカップなんか買ってくれて、スヌーピーのマグなんか顔が似てるかな、パパに似てるかななんていう話だったんですけど、似てますかね、似てるのかな、どうなんだろうな。で最近ちょっとありがたく使わせてもらって、いや最近ね使ってなかったんです。で最近このカフェワイズやるためにちょっと使わせてもらってちょっと気がついたんですけど、このカップの下にね文字があって、スヌーピーの名言なんですよね。配られたトランプで勝負するっきゃないのさってかっこいい名言をスヌーピーが言ってるんですけど、これねえ僕ちょっとずっと自分に言い聞かせてたことだなと思って、娘これ分かってて買ったんだとしたらすげえいいセンスしてんなと思ってちょっと感動したんですよね。でそのことも僕に告げずにカップだけくれて、なんだかっけえなおい、まあ、よくねカップ見りゃ、まあ、ここに英語で同じようなこと書いてあるんですけど全然気がつかなくて、だからもうちょっと何このカップに込められたのってパパに対するこう励ましのみたいなね深い意味があったのかみたいな、でちょっと今日帰って聞いてみようと思いますけど、ね、はい。まあ、一応ねお店の名前の由来、問い合わせが多数ありましたけども、まあ、終わってみればそんな感じです。娘の名前つけちゃいましたすいません別に深くなくて